78、9になりましたけれども、55年間いまだにフランスに住んで頑張っております。パリ、そして今コルシカと、その生き様がこの本に託されております。これを皆さん読んで、外国で日本人が頑張るということ、それから外国でやっと認められたということ、そして今度は日本にそのご恩返しをしたいという、そういう意味でこの本ができました。皆様も気楽なつもりで読んでください。